おはようございます。今日はリンゴルフオープンで静岡県の葛城ゴルフクラブにやってきています。ここはヤマハレディースオープンでも使われるゴルフ場で、女子の試合ですね、すごい難しいところです。今日は練習場でヤマハのクラブの試打会をしているので、皆さんが打つところを見ていきたいと思います。ちなみに私もインプレスを使っております。はい、私何回かしたことあるんですけど、試打会ってシャフトだけ交換でありましたっけ。ポン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 、それよくわかんないですけど、私が参加した試打会はこうやってシャフトを交換してくれたことがなかったような気がします。あ、でもインプレスだったんですよね。はい、多分インプレスはこういうことができるんで、すごく面白いです。自分に合ったシャフトを合わせられる。そうなんですか。結構とシャフトを合わせられますし、ロフトも変更できるんですよ。あっという間に。そう、結構女性でも簡単にできる。はい、今日ゴルフウェアがデサントなんですけど、お姉さんもデサント着てます。他にもデサント着てる女性がいました。あんまり女性の参加人数少ないのに、ゴルフウェアのブランドが被るって、なんか通じるものがあるんじゃないかと。結構人気出てるような気がする。すごい動きやすいんですよね、デサント。ナイショー気持ちいい。思わずナイショーって出ちゃいました。クラブはメンズを使ってるんです。そうですね、はい、すごい、メンズを触れる女性。そうですね、背があるので、はい、レディースではちょっとって短いと。そうですね、はい、そうですよね、はい、背か。やっぱ飛ばす女性ってメンズを使ってるイメージなんですよ。ジュンちゃんもだし、シロちゃんもメンズなのかな、わかんないな。そこはわかんないな、わかんないんですけど。私の周りの飛ばす女性は身長は私あんま変わらなくてもメンズを使ってます。ドライバーもリミックスの方、シダハレ、はい、どうですか。高も良くて、はい、すごいいい感じで高くはあって、そうですね、すごい良かったです。おー、そんな感じで、お、いいっておっしゃってたよね。はい、昔の前のやつも使ってたんで、はい、リミックス、はいはいはい、今のやつはすごい良かった。うーん、よかった。パンタって飛びの速さ、速度もなんか速くなってるんで、軽く振ってちゃんと捉えが良かったですね。捕まってくれる、はい、初速もいいと。初速大事ですよ。ちょっとこれはもしかしたら変えちゃうかもみたいな。ちょっと買おうかな。あ、もっと検討で、はい、検討で、ありがとうございます。すごい、やっぱ背が高いですね、はい、羨ましいな、はい、はい、試打してみてどうでしたか。あ、なんかすごい捕まる感じが、はい、素人ながら、はい、分かりました。いや、結構力強い球が、はい、すごいいい感じ飛んでます、はい、なんかタイミングが良かったらめっちゃこういっそんな感じが、はい、うん、リミックスのメンズです、はい、これはそうです。あ、なのかな、はい、はい、ですね、はい、やっぱこう捕まりがいいんですよね。うん、自分の腕以上の力を、はい、発揮してくれる感じ、はい、お、すごい、それすごい、すごいですよ。自分の腕以上に、それはすごい。私もちょっと打ってみたいな、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。シャフトがちょっと R、 R、 今まで石井さんにはこれを使っていただいてるんですけど、これからリミックス、こっちのヘッドの方の初チャレンジです、リミックス、はい、結構重いですよ。ドスライス振り遅れですね。すごい柔らかい、当たった感触がめっちゃ長いっす。なるほど、あー、うん、まあ上がんない、まあ上がってないけどめっちゃいい。なんか柔らかい、当たった感触が、あー、そうです、柔らかい芯に当たってるって感じがします。まあちょっと振り遅れちゃってるんですけど、もうちょっと振れるようになったら
いや、まっすぐ行ったんだよ。低空飛行。え、ちょっとね、やっぱね、インプレスいいんですよ。ではね、こっちです。こっちですか。そちらで。これが本当に。よいしょ。いいね。安全。練習ボールなんで。本気だと、ちょっと前に上がります。これが噂のプラス2番手。グッドビインプレス。インプレス UG プラス2っていうことなんですけども、今日試打会あります、レディースクラブ。私も実際に今これを本当にお気に入り使ってるんですけれども、まあ飛びますね、飛ぶし、そう、打感がすごいよくって、さっきメンズのリミックスも使ったんですけど、やっぱ振り遅れでちょっと右にプッシュしてましたけど、打感はめっちゃ良かったです。柔らかいみたいな、とりあえず当たってました、真ん中に。インプレスも特にアイアンをすごい気に入ってるんですけども、アイアンがすっごいプラス2番手だな。アイアンの飛距離が7番アイアン120ぐらいだったんですけど、今130か135ぐらいになりました。こっちこれのおかげでめっちゃ効いてます。飛ばない女性はぜひ使ってみてください。それも指導されて、うん、これがいいなって。そうだね、すごい。その時は良かった、良かった。その時はそんなことないです。ちょっと飛ばせれるようになってからはちょっとあっちこっち行くようになっちゃって、うん、まあ、うん、飛ばすってなると私も今それも課題なんですけど、飛ばそうと思ってやっぱあっちこっち行っちゃうんですけど、うん、まあ、それはもう気にしないで、うん、確かに飛んでると思って、あとはタイミングだけだと思うんですよね。はい、はい、今日頑張ります。今日もバンバン振ってください。まあ、思い切り振ってきます。はい、はい、完璧。それレディース？あ、これメンズか。これメンズですね。これメンズですか。レディースのユーティリティメンズですよね。うん、すごい完璧な。いやいや、25です。25がある。はい、完璧な当たりです。いや、今いた。いやいやいや、あれはもう全然圏内です。あのシャフトの硬さの問題もあるかもしれない。今のが SR なので S だともうちょっとしっかり行く。球が上がっちゃう？上がって捕まると思います。上がって捕まっちゃう。そう。9.5 で今やってみます。シャフトの硬さどうですか？今の方がいいですか？X ぐらい。じゃあ、すいません、S、SR ですよ。あの人 X なんで。SR で、じゃあ、作り。あ、S でいいよ。S でいい。はい、じゃあ今 S で。ユーティリティは、9.5 の S です。これ22度。22度。うん、これで180ぐらい。おお、まだ度数って言われると何番ぐらいなのか、まあ、毎日よくわかんないんですよ。すいません、ダメですね、勉強不足です。はぁ、すごい。ナイスショー。力抜いてこのぐらいで打ってみて。めっちゃいいですね。ワイパスの人たちは何も言わなかったけど、ええ、軽くって、あれでも全然めっちゃいいですよ。フックはダメですよ、基本。いやでも全然右に打ち出てるんで。ありがとうございます。思います。どうですか、スカイポッチ。いいですよ。いいですよ、はい、完璧ですよ。あらら、やっちゃいますか。軽く振って綺麗に、軽く振って多分捕まっちゃうんで、うん、シャフトリップも、うん、捕まりすぎですね。いやでも素晴らしい、軽く振って捕まるって。もうスライサーの人に捕まっちゃうで行ったんですよね、うん、はい、昨日ラフコンペあったんですけど、アイアンが全部ちょっと擦っちゃってて。完璧やん。なんでだろうね、コースじゃできないんだろう。どうでしょう、無理やり捕まえた感じ。でも打感がいい、すごく気持ちいい、柔らかい。打ったことあります？練習します。
やっぱ気持ちいい。すごく気持ちいい。柔らかい。今は私の大好きな9番アイアンで打ちます。いい。やっぱいいです。やっぱいい気持ち。言わせてないですけど、ね。すごくいいです。はい。ちょっと打ちやすくて捕まるし。リミックスですね。はい。そうですね。はい。あの今年発売のもので早めにスイッチしていただいて、はい、せっかくだからちょっとクラブセッティングちょっと見させてもらってもいいですか。はい。でもこれや日本人ですね。お寿司ですよ。はい、ジャパン、はい、サーモン、サーモンがお好きなんですか。サーモンです。なんか触っちゃダメなような気がする。いや、もうどうぞどうぞ。いいですか。はい、触ります。すごい、これドライバーですね。おー、すごい。さっき私もちょっと試打させてもらったやつですね。おー、すごい、かっこいい。え、まあ新しいですか。まあそうですね、また夏ぐらいにいただいたので、はい、はい、まだ全然傷がついてない。変にダフったりしてないからだと思うんですけど1回ぐらいダフってると思うんですけどね。いい、すごい。でもそれダフりもなくなるような、はい、もうヘッドもスパッと走ってくれるんで、おすごくいい顔してて、すごい顔がいいですね、はい、顔もいいし。さっきちょっと練習してるとこちょっとチラチラ見てたんですけど、アプローチの打ち方が綺麗ふわっふわっ綺麗でした。美しかったです。すみません、練習中にお邪魔して。いえいえ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、大人になってから、あ、大人になってから初めて初めて。あ、そうなんですね。楽しいですか。楽しいです。いいですね。楽しいんですよ。それは一番いいですね。はい、楽しいんですけどけど楽しいのが一番。ストレスもたまるたまるたまにありますなんでやねんなんでやねんですね。昨日の話していいですか。はい昨日の鬱憤を昨日あのコンペがあったんですけど、はい、ドライバーは昨日本当に良かったんです。私もあのインプレス全部使ってるんですけども、うん、はいはいはい、ドライバーすごい良かったんですよ、はい、なんですけどセカンド の, そのアイアンが、はい、昨日は昨日ずっとなんかつま先下がりばっかが多かったなんかライがそれは辛い、はい、足もガタガタきちゃいますね。そうなんですね、はい、なんかヘアウェイになってもちょっと若干なんか左下がりとかのつま先下がりもあって、はいはいはい、こするんですよ。あ、どうしたらいいですか。前上がりでこするのは多分こうやっぱ起き上がりがやっぱ平坦のとこよりもちょっと下がってるんで、はい、普段よりちょっとこう起き上がって届かなくなっちゃうんですよね、はい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 、その時はもうなんか下半身のしっかりキープして、はい、そのままこの前傾のキープしたまま、うん、あんまりこう傾斜が強いと大振りしないってことですね、はい、あ、フルショットっていうよりかは一つ番手を大きいの持ってちょっとこうハーフショットっぽい感じでライン出しみたいな感じで打った方が捕まりは良くなると思います、はい、なるほど。つま先下がりでブンブンってます振りたくなりますか。いっけーってやりたくなりますけどね、はい、ちょっと抑え気味の方がいいかもしれないです。あ、番手を一つ上げて、ちょっともうなるべく関節を動かす、そうですね、動かさないようになるべく、はい、打った方がいいかなと。そういうことですね。次は大丈夫ですね。ありがとうございます。ワンポイントですよ。押してもらっちゃいましたね。ボールを置いて、はい、こういう状態で打つ練習とか。すごい。ボール挟んだりして、こう、まあ、踏むのはね、ちょっと罪悪感ありますけど、はい、なんか物を置いて、ね、わざと練習するのもありですね。傾斜を、はい、作って練習もありだと思います。すごい。こっち側もやりたい。そっち側もやりたい。そっち側か。そっち側難しいな。確かにこれ難しいっすね。そっち側だったらちょっとティーアップして打つとか。あ、そっか。軽くティーアップしてティーを打たずにボールだけパーンって打てるような練習をするとか。すごい。練習の仕方いっぱいありますね。そうですね。練習場でも全部平らなんで、はい、そこでも工夫して傾斜の練習とかはできますね。なるほど、はい、あえてこう難しいラインを作る、はい、しかし今日ずっとここにいていいですか。練習してて、ここで練習してていいですか。もう何球でも打ってください。シダ会の模様を撮らせていただきました。はい、神田さん、ありがとうございました。ありがとうございました、こちらこそ、はいはい、私も
メンズのクラブ触れるようになったらリミックスを打ってみたいなと思います。ぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それまではインプレスで、はい、頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。